インテル815、インテル815は、ローエンドからパフォーマンス PC 向けとして2000年8月に、インテル社が発表、発売したインテルチップセットの製品及び、そのファミリー名である。インテル815は、インテル社として、初めて PC133 スタラムをサポートする、チップセットとして発表された。当時のインテルは、 p c 1 0 0スタラムの次世代 PC 用メモリとして、インテル820をもって、ドラムの普及を推進していたが、その活動は、実質的に頓挫した状態にあり、市場では安価かつ最新鋭の 133MHz、FSB にマッチングする p c 1 3 3スタラムを推進する、ビアテクノロジーズが躍進しつつあった。このためインテルは一時的に、インテル820による、 ドラム普及計画を停止し、市場の声に応えるべくローエンド向けチップセットとして、成功していたインテル810をベースとして、パフォーマンス PC 向けに発されたのが、インテル815である。開発経緯により、インテル815は、同じくパフォーマンス PC 向けとして開発されたインテル820、より、ローエンド向けであるインテル810との共通点が多く、 インテル815とインテル810をまとめて、インテル 81XK という呼び方もされた。チップセットの構成は、ベースとなったインテル810同様に、ハブアーキテクチャによる2チップ構成をとり、ノースブリッジに相当する GMCH として、インテル82815をサウスブリッジに相当するイクニは、イクとイクニの2種類が準備され、 イクニを採用した上位モデルは、インテル 815E と命名された。これらは、帯域幅 266MB、S のハブリンクで接続されている。また、管理機能として、インテル820で採用された、アラートオンランを引き続き採用しているものの、プロセッサシリアルナンバーのプライバシー問題により、ランダムナンバージェネレータは省略されている。特徴としては、 PC133 スタラムと AGP2.0 準拠の外部 AGP スロットをサポートしたことである。これにより安価な PC133 スタラムを使用してハイパフォーマンス PC の構築が可能となった。しかしインテルはインテル815をあくまでインテル810とインテル820の中間の製品であると位置づけていた。このため、 SMP の非サポートやメモリ容量が最大でも 512MB と、全盛大のインテル 440BX と比較しても半分しかないなど、従来のパフォーマンス PC 向けチップセットと比較すると、貧弱な点が弱点として指摘されていた。例外的に2000年10月にポ、e、p o x が d u クプ p に対応したマザーボードを結果的に発売することがなかったものの、 参考展示しており、2001年に 815E、ペデデュアル CPU に対応した製品がエイコープラ、発表されている。ただし、これらはインテル非公式の実装であり、2013年現在での最新チップセットドライバでは無効になるようになっている。それにもかかわらず、インテル815自体は広く普及したため、市場のニーズに合わせグラフィック機能を削減したインテル815。 外部 AGP を削減したインテル 815G、モバイル向けに低消費電力化とスピードステップへの対応を行ったインテル 815EM などのバリエーションモデルも開発され、市場に投入された。インテル815シリーズは CPU インターフェースにアグッとプラスを採用していたコパーマインコアのペンテ t i u m e e 及びセレロンとの組み合わせが想定されていたが、 後に登場したトゥーラトンコアでは互換性のないアグッドに変更されたため、インテル815シリーズもステッピング変更により、アグッドへの対応が行われている。アグッドに対応したモデルは、B レイステッピングと呼称され、一部では、インテル 815EB のような表記もされた。インテル815の発表後、一部では、インテル810外部 AGP 815 であるという言い方がされる場合もあった。しかし実際には、インテル815ファミリーの中でも、インテル 815G では、外部 AGP をサポートしおらず、正確な理解とは言えない。これは、インテル815の発表当初は、インテル 815G は存在しなかったことに加え、チップセットを強く意識する自作 PC 市場においては、外部 AGP が重視され、 インテル 815G が、ほぼ普及しなかったため、インテル815ファミリーコール外部、AGP 付きという、誤った固定認識がされたことによる。インテル815と、インテル810の明確な相違点はむしろ PC133 スタラムサポートの有無であり、この一点以外は、非常に似た製品となっている。GMCH であるインテル82815。 は、AGP2.0 準拠の AGP4X スロットをサポートするほか、イグッ t コアを統合し 2D3D グラフィックス機能を搭載している。これらは同時使用はできない仕様であり、外部 AGP 使用時には統合グラフィックス機能が自動的に無効になる。当初発表された i815 は、外部 AGP と統合グラフィックスの両方をサポートしていたが、 市場のニーズに応える形で統合グラフィックスを省略し外部 AGP 仕様に特化したインテル 815P 逆に外部 AGP を省略し統合グラフィックスでの仕様に特化したインテル 815G がそれぞれ連価版として登場しているメインメモリとして 512MB までの PC100 または133のスタラムをサポートするただし PC100 使用時には6バンクまで使用可能であるが、PC133 使用時には4バンクまでに制限される。インテル815、815G に統合されるグラフィックス機能は内部的に AGP-NEX 相当で接続されたインテル752をベースとしたインテルグラフィックステクノロジーコアであり、インテル810で採用されているものと同等で、 あるが GPU コアクロックが引き上げられ 133MHz となっている。3 2ビットレンダリングをサポートせず、2D、3D ともに当時のビデオカードと比較して貧弱なのではあったが、ダードックス6世代のダイレクト 3D に対応し、MC による動画再生支援にも対応するなど、当時のビジネスホームユーザーには十分な機能を、 有しており、メーカー製 PC を中心に広く採用された。インテル815でのイグットコアは、インテル810と同様に、フレームバッファとして、専用のビデオメモリをサポートせず、メインメモリと共有する馬を採用している。これは低価格か、小スペース化には有利であるが、性能的には不利であった。この問題の解決策として、インテル815は、オプションとして、 AGP-IN ラインメモリーモジュールと呼称されるグラフィックスパフォーマンスアクセラレータカードをサポートしている。これは Z バッファ専用の 4MB イトスタラムを搭載し AGP スロットに接続する拡張カードでありメモリ負荷の高い Z バッファを専用メモリに展開することでメインメモリの負荷軽減と 3D パフォーマンス向上を図っている。先行するインテル八百十では オンボード接続でサポートされていたディスプレイキャッシュの外部 AGP 接続版に相当する。ただしディスプラケーク同様にあくまで Z バッファ専用であるため 2D 性能の向上には全く寄与しない。モバイル版のインテル 815EM ではインテルスピードステップテクノロジーをサポートしている。これはシステムが AC アダプタ駆動かバッテリー駆動かを判断し バッテリー駆動時には、プロセッサの動作周波数を下げることで、バッテリー駆動時間の延長を図る機能である。インテル815に接続される、イクとしては、イク2、または、イクが準備された。このうち、イク2を採用したモデルが上位であり、イク2を採用したモデルには型番に、E が付与されている。いずれも従来のサウスブリッジ同様に、ATA USB や各種、 手菓子コントローラを搭載するほか AC97 対応のサウンドコントローラやネットワークの論理層も統合している。このためコーデックチップまたは物理層チップを追加するだけで安価にサウンドソフトウェアモデム機能、ネットワーク機能をオンボードで実現できるようになった。これに伴いセットメーカーがオプションのバリエーションを採用しやすくするため1区2では CNR スロットがサポートされている。イクでは、アムールロットがサポートされている。インテル815は、開発発表当時からすでに目新しい技術は何、一つない製品だったが、ローエンドからパフォーマンスデスクトップまでを幅広くカバーする製品となり大きな成功を収めた。これは、インテル815の搭載していた機能が、当時のユーザーのニーズに合致しており、 かつ、インテル815発表前のインテルにはそれを満たす製品がなかったからである。不足な点も指摘されていたもののインテル815は、概ねインテル440バイト X の後継製品として市場に認められた。本来パフォーマンス PC 向けとして期待されていたインテル820は、インテル815の登場で、過去の存在とり、ローエンド向けとして、 成功を収めていたインテル810歳も後には、インテル 815G にその立場を譲った。インテルは当初、インテル815の後継として、トゥーラトンコアに対応したインテル830、チップセットの投入を予定していたが、ネットバーストマイクロアーキテクチャを採用した、ペンティアム4シリーズの普及を前倒する狙いから、デスクトップ向けのインテル830は、キャンセルされた。 しかし、初期のネットバーストマイクロアーキテクチャ、対応チップセットでは、エントリー PC 向けの需要を満たすことができず、旧式ながら使い勝手の良いインテル815は2002年の、インテル 845G の登場に至るまでインテル、主力チップセットの座に止まることになる。反面、SMP の非サポートや最大メモリ容量の、乏しさといった弱点により役までデスクトップ、PC 向けにまり、 インテル440バイト X やインテル820のようなエントリーサーバーやワークステーション向け都市は普及しなかった。このため、これら市場ではビアテクノロジーズのアップロプロ266などの製品が普及していくことになった。インテル810発表前のグラフィックス統合チップセットは完全にローエンド向けの位置づけであったが、インテル810及び インテル815でパフォーマンスデスクトップ向けとしての需要も見出されたこと、以後のチップセットではパフォーマンス PC 向けチップセットでも統合グラフィック機能ディスクリートビデオカードに対応した製品が一般化していくことになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。